はい、おはようございます。それでは本日の会見をさせていただきます。本日はですね、閣議におきまして国から地方への事務権限の移譲等について、先週4月12日の第1回地方分権改革有識者会議でのご意見を踏まえ、私から本日の閣僚懇においてこれまでの経緯を踏まえ改めて関係府省や地方のご意見とも伺いながら移譲の可否などの検討とその実施を進めていきたいと、このように申し上げました。今後必要な取り組みを行ってまいりますので、関係大臣におかれては最大限の協力をお願いすると、このようなことを申し上げましたのでご報告をさせていただきます。私から以上であります。幹事社の産経新聞の松本です。ちょっと2点ほど質問があります。まず1点目ですが、北朝鮮のミサイル問題で日本でも警戒感を強めていますが、総務省では J アラートを導入して警戒しています。3月末までにシステムの不具合は解消されたとしておりますが再び点検なり訓練をする予定はありますか。また、防災教育を拡充したり新たに取り組むことはあるのか、大臣としての見解をお聞かせください。はい、この J アラートにつきましては現在受信機はほぼすべての市町村において整備されているわけであります。しかし自動起動機、自動起動ですね、その仕組みが約 75% の整備率にとどまっているということでございまして私もこれ大変心配しております。過日この総務省の中にあります消防庁の危機管理センターに行って、状況もこの報告を受けたわけでありますが、その際にも改めてですね早期にこの J アラートの自動起動を全国的に整備を図るようにということで指示をさせていただいております。また消防庁においては昨年9月初めて J アラートの全国一斉訓練を実施いたしました。でそこに見られた不具合は淀に4回再訓練を行って今改善を図ったところでありまして現状においてはですねこの不具合はないとこのように思っておりますが、またいろいろと不測の事態が予測されるところでありますからしっかりと体制を整えておいていただきたいとこのように思っております。さらに今月消防庁から北朝鮮情勢を踏まえて J アラートを含む住民への情報伝達体制について地方公共団体に対し再点検と確認の要請はさせていただいております。さらにお尋ねでありますがこのセミナーですとか研修会などそういったものへの講師派遣それから住民参加型訓練の実施など国民保護に関する研究や普及啓発を推進をしているところであります。国民保護に関してはもうこれはもう国民の安心安全を図るという観点からですね遺漏なく的確な対応を行うこと、これが特に求めているわけでありまして地方公共団体においての危機管理体制を一層強化していただきたいとこのように考えております。あともう一点ですが TPP 交渉への参加をめぐり先週末に政府は官報声明の新規業務を凍結する方針を打ち出しました。この新規業務の凍結により、日本郵政グループ の成長戦略が描けずですね、2015年秋をめどとする日本郵政の上場が難しくなるとの懸念もありますが、この上場時期がずれ込むことになれば東日本大震災の復興財源の手当にも影響が出てくると思いますが大臣としてどうお考えでしょうか。これ凍結するという発表がなされたとは思っておりません。この麻生総理の方からいや麻生副総理の方からはですね、この適正な競争環境が確立し業務の適切な遂行体制が確保されたと判断されるまではこの認可をすることはできないと、こういうご発言があったと承知をしております。それはまさに法律に乗っ取った部分でありまして私どもといたしましてもですねこの郵政民営化法の規定に基づいて他の生命保険会社との適正な競争関係及び利用者への役務の適切な提供を阻害する恐れがある場合にはその新規業務は認可することができないと、このように法律になっているわけであります。官報声明の新規業務については、そういった今後ですね同社からの認可申請があればこういった要件を審査し対処していくことになると、これは法律に即して行っていくということでございます。それから上場のスケジュールに影響が出るかとこういうお尋ねでございますがそもそもこの
3年以内を目途として上場を目指す方針というものを昨年の10月に日本郵政が打ち出しました。この方針の中でですね、この日本郵政の株式証券のスケジュールはがん保険やそれから単品医療保険を含む新規業務と、まあ、直接結びついているとは承知しておりません。あくまでですね、この私たち総務省としてはこの日本郵政株式会社において日本郵政グループが市場で高く評価されるように新規サービスによる収益構造の多角化や強化、そして経営の効率化を進めていただくこと、まあ、このことが重要だと考えておりますし、適切に監督していきたいところに考えています。ありがとうございました。幹事社から以上です。各社よろしくお願いします。共同通信の今井ですけども、はい、冒頭 の出先機関 の権限以上の話なんですけども、まあ、この間の有識者会議でも議論されてましたけども、そのアプローチの仕方としては出先機関のまあ個別の事務権限のうちですね、まあ、移せるものは地方に移していこうというやり方だと思うんですけど、そうすると国会に提出して未提出となっているですね、出先機関 のいわゆる丸ごと法案については、まあ、これはもう提出しないんだと、そういう方針を決めたということでよろしいでしょうか。まだ決めておりません。それはこの有識者会議での議論が始まったばかりのところであります。でこの間のこの有識者会議の中で、個別具体的にですねどういう処置を取っていくかという議論に入る前に、まずは総括的にこれからの地方分権の在り方、そして今までの地方分権のこの改革の成果を国民に知らしめるためのそういった工夫もいたしましょうと、そして今これからテーブルに乗っている問題についてどうするかと、まあ、こういう方向性について議論が始まったばかりであります。したがってこの法案の取り扱いですねについてはまだそこまでの検討に入っていないと、私とすればこれまでのいろいろな経緯を含めてその上で包括的に見直しをしていきたいとこのように考えています。日本経済新聞の天野と申します。政府 の産業力競争力会議でですね、民間議員からその、東京都の都営交通の24時間化などのですね新しいその特区の新設を検討しているとの、話がですね報じております。従来 の地方で その特区ではなくてですね東京ですとか名古屋です大阪といったその大都市圏でのですね特区を申請するというこういう動きについて大臣はどういうふうにお考えになりますでしょうか。産業競争力会議は明日開かれるわけですね。そこで具体的な内容の、まあ、ご提案があるのではないかと、まあ、このように期待をしておりますが、まあ、新聞報道は承知しておりますけれども未だまだそれは発表されているわけではありません。したがって、まあまあ、どういうものが出てくるか期待をしているところであります。そして、この民間議員からはですね従来とはこの次元の違う取り組みが必要だと、まあ、こういうご提案がなされていることは事実でありますから、まあ、その具体的内容がですねこれから出てくるのではないかと、まあ、私たち、まあ、私もこの特区を生かして地域活性化をする、そして日本の国力産業競争力、まあ、これを強化増大させることは重要でありますし私の担任の職務でもあります。ですから、まあ、方向としてはですねこれは私も望むところ自分たちも目指しているところではありますが、まあ、具体的な部分については今後その詳細を待ってそして対応していきたいとこのように考えます。まあ、一般論としても結構なんですが、うん、そのいわゆる地方ではなくてですねその大都市で その特区でそこの、まあ活性化をすると地域振興をするというようなことについては、どうお考えになりますか。これは日本中を元気にさせるための取り組みが必要なわけです。そしてその意味においてこの産業基盤が集中している大都市においてどうすれば効果を上げることができるか、これは重要な柱ですね。一方で地方においてその地域に合ったサイズのそ
そして地域をその地域の自立を促す、まあ、そういう取り組みというのも必要だと思っております。私はそれを地域の元気創造本部で今研究しているわけでありますけれども、どちらか一方であれば良いということではなくて、できることを多角的にですね、総合的に進めていくことが重要だと思います。たまたま今新聞に出ているのはその都市部の大型のそういったこの戦略性を持った事業の話が出ていると思いますが、これと同時にですね、地方に対する取り組みというものもこれも検討してされてしかるべきだとこのように考えています。はい、どうぞ。朝日新聞の高重です。先ほどの官報声明の質問に関連して一つ教えてください、うん、麻生大臣は先日のご発言で法律上の条件が整って認可までかかる期間として数年間という目処を示されましたけれども、うん、大臣としてはその期間についてはどのようにお考えですか。期間があらかじめ予定されているとは思っておりません、麻生大臣がおっしゃったのは現状のに照らしてそういった体制が整うのにはこのそういった相当程度の期間が必要なのではないかということをお話しされたんだと思いますが、私どもは期間を前提にしたそういった取り組みにはなっておりません。あくまで内容が整うかどうか、法律にこれが、うん、この即しているかどうか、まあ、こういったことがこの審査の観点になっていくとこういうふうに考えます。はい、時事通信の丸山です。果実の養豚のご訪問なんですけれども、まあ、特別な思いも終わりだったかと思うんですが、改めて、ご視察のご感想をお願いしたいんですが、はい、まあ、戦争の際のですね、激戦地であり、また歴史に名を残すほどの、まあ、そういう戦いが行われた養豚でございますが、東京都小笠原村なんですね。東京とかにあって、日本国内にありながらまだご遺骨の収集がですね、半分でございます。まあ、53% の方が未だふるさとに帰れずに島で眠られたままと、まあ、こういう状況、まあ、その島にですね、日本国の総理大臣がお出かけをいただいて、そして慰霊追魂追悼していただいた、まあ、これは大変意義あることだったと思いますし、私もその安倍内閣の閣僚としてご一緒させていただいたということにつきましては、まあ、遺族でもありますので、まあ、その一員として感慨深いものがあると思います。英霊の皆さんも大変喜んでいただいたのではないかなと、まあ、このように思うわけです。そして一方で現地において遺骨収集の現場も見ていただきました。まさに豪から発見されたばかりのですね、ご遺骨にも触れていただき、そして手を合わせていただきました。その骨は真っ黒なんです。バラバラです。人の形をとどめておりません。この、まあ、爆弾か何かで粉々に散り、このバラバラになった状態、しかもその前にですね、まあ、黒くなっているというのは焼かれたということでありますね。そして豪の最後の終わりのところの部分にありました。徹底して戦ったその最後の最後のところの骨でありました。どなたかもお名前も分かりません。今1万人の方がこのすでに遺骨収集されておりますが、氏名が特定できたのは100名いないわけでありまして、まあ、そういう遺骨収集のですね、まあ、状況現場というのをまた総理大臣が目にしていただいたということ、重要だったと思います。手作業で、土を運んできて、そしてそれをこのふるいにかけてですね、そして本当に手作業で探していかなければならないんです。機械的にやって自動的に見つかるものではないんです。まあ、そういう状況をご覧いただいた。さらには最大懸案でありますこの滑走路の下、これが昭和20年の3月の戦闘以降ですね、一度もその部分については遺骨収集が図られてないわけであります。アメリカが占領し、また小笠原に返還された後は
小笠原が返還された後は自衛隊が1日も休まず運用してますので、あの全く手つかずの部分が島の中心部にですね、あの大きなエリアで広がっている、まあ、ここについての遺骨収集をぜひ進めていきたい、これが遺族や関係者の、まあ、長年の悲願であり課題なんです、まあ、そのことを現場で、このご説明させていただいたということ、まあ、これはあの極めて重要な意義があったというふうに思います。68年経っておりますが、全てのご遺骨がふるさとに帰るまであの島における戦闘は終わっていないと私はそのように考えているわけです。他に質問ありませんか。じゃあなければこれで終わります、はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。